ベネデット・カリアリは、イタリアルネサンス期の画家である。ベネデットは、芸術家の家族に生まれ、父、ガブリエレ・カリアリは、石切り職人であり、兄弟のパオロ・カリアリは、ルネサンス期の画家いるベロネーゼとしてよく知られている。ベロネーゼの主要な女子は、弟のベネデットとベロネーゼの二人の息子、カルロ・カリアリ、または、カルレット・カリアリ、ガブリエレ・カリアリでした。 ベロネーゼより10歳ほど若かったベネデットは、ベロネーゼの構図で非常に際立った特徴を形成している建築学的な背景で非常に大きなシェアを持っていたとみなされている。1588年のベロネーゼの死後、ベネデット、カルロ、ガブリエレは彼の未完成の絵画を完成させた。また彼らはしばしばベロネーゼの相続人として集合的に署名した。 現在、ベネディット・カリアリの作品は、ベルガムのアカデミアカッター・ラ、サンクト・ペテルブルクのエルミタージュ美術館、オハイオ州クリーブランドのクリーブランド美術館、ハワイのホノルル美術館、ウィーンの美術史美術館、フランス・カルバドス県、カンノカン美術館などのパブリックコレクションに所蔵されている。ありがとうございます。